みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。ひろさん、はい、フェスが始まりますね。今回のフェスのお題わかりますか？あ、知ってますよ。知ってる？はい。で、いつもみたいに教えてもらってもいい？いいですよ。スプラトゥーン3で、うん、人気者は誰？人気者は誰？うなちゃん。うなちゃん。ひでおさん。ひでおさん。あ、他人。他人？他人誰？誰第三者出てきたよ。第三者ね。誰ですか？違うよ。お題全然違うよ。え、違くないですって。しかも、なんならお題のタイトルも違うからね。リーダーにふさわしいのは誰、はい、ってことですよ。そんなお題でしたっけ？はい、ふうかちゃんか、はい、うつほちゃん、もしくは、はい、万太郎のどれかを選んでくださいというお題です。ひでおさん全く関係ありません。他人になっていません。そんなお題でしたっけ？うん、だからね、人気者になりたすぎる、ひでおさんは。だって僕人気者ですから。でも、他人とかうなちゃんに投票する人もいるかもしれないし。いない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 。いや、いないわけないだろ。いないですよ、僕が人気者なんです。そんなことありますって。耳引きちぎるぞ。耳4個あるから、別に痛くも痒くもないんだけどな。痛いだろ、それは。僕、珍しくツッコミできた気がする。ふっ。うえ。まあ、ひでおさん、人気者は置いといて、はい。どれにするか決まった？あ、僕、決まりましたよ。あ、何？教えて。いやだ、教えない。教えてよ。内緒内緒内緒。ね、お願い、ちょっとだけ聞きたい。ダメ。最初の文字だけ。ダメですって。お願い。言うだ。言うて。言うだ。皆さん、こんにちは。今ですね、投票する場所に来てるんですけども、フェスの T シャツの色が青と黄色と赤です。で、皆さんはもう、フェス決めましたかね？どのチームに入るのか。まあ、風花だったり、うつほだったり、万太郎だったり、多分みんな好きなね、それぞれ好きなキャラクターがいるんですけど、俺は今回、登場していきたいと思います。まあ、友達がですね、風花に入るという話を伺ったので、風花に入れようかなと思ってるんですけど、うつほに入れようかなっていう気持ちもある。けど、万太郎が一番最初にやったフェスで、万太郎に登場したんだよね。最初に。だから、まあ、正直万太郎でもいいかなっていう。うん。のあるんだけど、どうしましょうか。悩むな。この悩んでる時間もったいないんだよな。君はさ、そうやって誰かがさ、フェス登場した時にさ、名前とさ、チーム書くんでしょ？どのチームが一番多いか教えてよ。貢献度高いのって大体人が多いチームなんだから。教えてよ、そんなとこでのほほんとしてないで。絶対さ、風花ちゃん強いよね。風花ちゃんって毎回勝ってるもんね。うつほはあんま勝ててないの俺知ってるんだ。だからこそ今回はうつほにいっぱい入れる人がいる。風花かうつほか。ってなるんだけど、やっぱり選べなくない？二人とも頑張ってる気がするし、リーダーってさ、また別の誰かだと思うんだよね。だから俺、万太郎に入れるわ。っていうなんか心の声が聞こえてきたので、俺は万太郎に今回入れようかな。だってさ、どっちを選べって言われたらこの二人選べなくない？ってことはさ、もうさ、なんか真ん中でわちゃわちゃやってる万太郎がふさわしいんじゃないかなって俺思うんだよね。俺万太郎にするわ。赤好きだし。万太郎にした！あ、決まった！万太郎にしたよ。これもうだって逃げれないよ。俺万太郎にしたからね。みんな投票。もう万太郎だから。皆さんこんにちは。うなちゃんこんにちは。フェスの投票してきたよ。僕もしてきましたよ。皆さんはさ、フェスに投票してくれないんじゃないかなってちょっと思ってたんだけど、してくれたんだね。あ、投票しましたよ。それはもちろんのごとく。じゃあ見せれるかな。見せれますって。自信満々ですよ。本当？俺から提案したら、はい、俺
これね、動画でも出したんだけど、万太郎にしました。おー、おもちゃは赤似合うじゃないですか。本当に？はい。チーム万太郎です。はい。まあ、そこそこ似合ってんじゃないですか。ありがとう、ありがとう。おせちだ。おい、そういうことか。ヒデさん、何にしたんだよ。俺におせちっていうなら見せてみろよ。僕は、とっても素晴らしいチームを選んだんです。おお、なんだい？これです。は？え？だから、これです。真っ黒？これって何？違う。だから僕は僕に投票したんですよ。てか久しぶりにその格好見たな。手と足。もう数年ぶりですよ、なちゃん。なちゃん、数年ぶりです、僕これ。すげえ、ほんとリーダーになりたかったんだ。そうですよ。だって、ちゃんとね、これ揃えたんですよ、僕は。てかさ、俺さ、ひろさんの足借りてたじゃん。はい。どうしたの、その足。新しく買ったんですよ。うろちゃんに、うろちゃんに取られたから、僕新しく買ったんですから。これじゃくれるってこと、俺に。だって、もう高いんですからね、それ。返してくださいよ。いやいやいや、てか俺マンダロフにしたのになんだよ。真っ黒なんだよ。いやマジか、真っ黒か。マジか。だから、うのちゃんも一緒のチームにしましょう。なんで？え、今から？はい。勧誘これ。勧誘。勧誘ですけど。ヒレオチーム？はい。考えとくよ。わかりました。ヒレさんなんか、頭に、ゴミついてるよ。ほんとですか？もうゴミついた。あ、違うわ。これゴミじゃなくてカメムシだ。え？え？さ、臭いな。臭いな。うのちゃん。何？うのちゃんも頭にゴミついてますよ。あ、ありがとう。取ってくれたの？いや、取ってないです。だってそれうんちだもん。くさ！うんち、くさ！くさくさくさ！ブリ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 ！ブリ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 ！くさ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 ！ペッ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 。うなちゃんだよ。え、はい。え？あっさり、あっさりしとるな。なんか、だって、なんかそのテンション、なんか、え？うなちゃんだよーって。ついていけない？ついていけないんですよ。いいだろ。いいだろ。なんか急になんか来て、うなちゃんだよーって言われても、なんか、ひろさんですけどってなるでしょ、それは。テンションが。今回ですね。はい。お互いがヒレオさんチームになって、はい。戦いましょう。どっちが本物のヒレオさんになれるかっていう。え、それフェス関係ないじゃないですか。だってさ、今までフェス別のチームだったからさ、代表して戦ってたけどさ。はい。はい、今回同じチームだからさ。はい。なんて言うんだろうな、無理やりヒレオさんの格好して戦うっていうね。口実ですか。どっちが、はい。どっちがリーダーにふさわしいヒレオなのか。え、僕しかいないでしょ、そんなの。まあでも俺もちょっと今似てるからさ。ダメダメ、だって顔が違う、僕のがベリーキュートだ。テレレレレ、テレレレレ、テレレレレ、テレレレレレ。で、ヒレオさんあっち行くから、うん。待って、こっち行くから、ヒレオさんあっち戻って。うん、分かった。あっち戻って。分かったって。あっ、分かんない。あっち。ちょっと、俺もこっち戻るからさ。うん。じゃあ一緒に行こう。え？どこにだよ。どこに行くんだよ。戻るんでしょ？あっちに、分かった。じゃあ俺あっち行くからさ。分かった。待ってて、そこで。うん。待ってて。待っててね。もう、ヒレオさん、なんでこんなに人のことついてくるんだろう。別にうろちゃんについてってないですけど。おーい、おい、だってうろちゃんが僕の陣地の方来てるんじゃないですか。よく考えてみてくださいよ。分かった分かった、ごめん分かったよ。もういないないばーたら、はい、3本選手で勝負しよっか。分かりました。うん、先に相手を3回倒した方が勝ちで、引き分けは1個ずつ。はい、スタート。あと、どう思ってる？え、なにこの武器。あ、待って、インクだ。やった、危ね。インクすぐなくなるかも。この武器、インクすぐなくなる。初めて使った。こっち。どこ？怖い、うのちゃん怖い。あ、そっちか。やだ、長い。やばい、危ない。
これ開門できてるのか。怖い。いや、めっちゃ落ちたんだけどな。やばい。やばい。ちょちょちょ、何やってんの。なんでこんなに。おらー。ああ、うるさい。うらちゃん、集中しすぎて喋れない、僕。本当？息を吸うだけで精一杯ですよ。何ですかこの武器。この武器難しい。重いでしょこの武器。2回重いですよ。でも今お互いが頑張ったね。今ね頑張りますよ。何ですかこれは。とっても怖いんですけど、ね、X 使ってる感覚かもしれないな。怖い。うらやばい。危ない。危ない危ない危ない。屋根がある。ここどうしようかな。怖い。痛い。危ない。ええー、ブグちゃんブグちゃん。なんかヒレオさん降ってきた今。僕上からヒレオさんですから。上からのヒレオさんか。そうですよ。ヒレオさんになるために頑張らなきゃな。ダメですって。僕がヒレオさんなんですから本当の。ヒレオさんはそこにいるのか。怖い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 。どっちが本物のヒレオさんなのか。怖い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 。どこだヒレオさん。隠れてるだろう。隠れてないですって。今いたな。いないいないいないですって。そんなとこにいないですって。うなちゃんどこだい。こっちこっち。ヒレオさんはどこだい。うなちゃんこっちこっち。どこよ。こっち。いた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 。うら暗いヒレオさん。うら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 。やばい。危ない。死ぬ。ほら食らえ。サメ攻撃。イエーイ。ブグちゃん。あれ、ウラちゃん三番勝負ですか。負けた。あれウラちゃん。あれあれ負けた。ブグの勝ちなんですけど。負けた。はい、ブグちゅー。ブグ最強。はい、ブグが本物のヒレオさんですね。くっそ。やだやだやだ。なんないでくださいよ。うわ、ヒロちゃん、それダメですから、反則負けですよ。でも俺負けてるけど、うん、やりたくなっちゃった。ダメ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 。そんなのずるいもん。やだ、ねえ、やんないで。ヒロちゃんがやってくる。一発じゃ倒せないんだもん、一発。みんな、ヒロちゃんが僕のことをいじめてくる。ベリーキュートだからって。助けてみんな。一発じゃ倒せないよ。みんな助けて。僕やられちゃって。何やってんの。やばい。うわー。危ない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 。反撃してきたな。ブグさんがいじめる僕のこと。やだ。90ダメ。なに。よいヒレウさん。おら。うわーうわー。こっち行こう。ほらほら。やだやだ。ほらほら。やだ一発。ほら。あーやだやだやだ。無理無理無理。うわーすごいこれ。この武器やだ。やんないでくださいよ。もうタイマー終わったでしょ。サメサメ。あ、行き過ぎた。なんか行っちゃったんですけど、ウルちゃんが行き過ぎた。今ウルちゃんがどっか行っちゃった。どこ。ヒレオさんに負けたわ今回。はい。正直言うと、難しいので、あまり楽しみを感じないです、まだ。難しすぎて。そうなの。わかりますか？なんか精一杯です。打った時に振るとね、うん、2個一気に取るのが面白い。確かに。ほら。いった。え？いて、の、サメが。何今の。あいつだ。わかんない、わかんない。そんなことある？2個出る。え、振ったら2個出る。なちゃんこれ。そうだよ、2個出るんだよ。バグってないよ、本当に2個出る。え、違う、こうやったらさ、2個出るの。こうやってもなんかいろんな方向に出る。なちゃんこれ。え、なにこれ。え、なちゃん、なちゃん、それさっき言ってたの。そうだよ、それのこと言ってたの。え、2個出るよって言われて。それ90ダメ。危ない危ない。やだ。あ、危ない危ない。うわうわくさ。
めっちゃ振ってるやん、その。ニコって気づいた瞬間に。めっちゃ振ってるやん。ねえ、やっとんないの？おれー！ごめん！ブリキャー！やられたー！